天気なんだけど、気温8度、総工府は極寒です。これからね、赤湯の、本当は龍山杯行きたいんだけど、龍山杯休みで麺屋葵さんね、ラーメンそこ食べて、赤湯の温泉入って、それから宗宮神社ね、宮司さんにご挨拶行こうかなと思ってます。まあ今日天気がいいので、外配家さんいますね、そこそこ。その辺はいいんですけどね。麺片手できますか？麺片手で、はい、お願いします。
300円って安いよね。はい、ありがとうございます。ご苦労様です。